はい。おはようございます。カリエシリア人なんですけど、ちょっと騒がしくなりますけど、ごめんなさいね。はい。なんと日本が勝ちましたね。はい。ワールドカップなんですけど、スペインとね、戦ってですね。はい。なんか、その勝利にですね、ヘアーサとされていて、なんで勝つんだよとかね。はい。なんで勝つんだよって何なんだろうって感じなんですけどね。まあ、とにかく嬉しいですね。日本代表おめでとうございます。はい。 まあ本当はあの声だけで、声だけっていうかまあカメラで天井を撮ってね、声だけで、顔出しなしで喋ってるんですけどね、本当にね、おめでとうございます。本当に嬉しいですね。はい。あの僕ね、サッカー興味がないし、見るつもりなかったんですよ。なんですけどちょっと目が覚めてですね、早く。そして暇だったので、ちょっと見てみたんですね。そしたらちょっと夢中になってですね、 はい、<laughs> 見てみたんですけど結構良かったし何か面白かったなっていうのがあってですね <laughs> こんな、あんまり興味もないサッカーに興味がない僕でもね楽しみたって感じでしたねはいまあ日本おめでとうございます代表ねはいってなわけで、ね、今回の話はですねあのー、スペインに勝った日本代表にねリハーサとされていたことについてのお話でした ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。